回は子ども施設で働く先生をサポートする ICT システムコドモンのご紹介です。本日はコドモンを開発されている株式会社コドモンの代表の小池様をゲストにお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてワイズからは製品担当の大竹主任と私司会進行の山口でお届けいたします。よろしくお願いします。ICT って結構今最近いろんなところで聞くと思うんですけれども、そもそも ICT ってどういうことなのかをお聞きしてもいいですか？ ICT っていうのは、英語で言うとインフォメーション&コミュニケーションテクノロジー、つまり、情報通信技術なんて言われますけれども、日本では IT なんて昔から言われてますが、海外では ICT というふうに言われています。テクノロジーだけではなくて、そのコミュニケーションを、テクノロジーを使ってより効率化していこうとか、生産性を上げようとか、そういったところが特徴となっているところでしょうかね。子どももそういったIT 化できるプラスコミュニケーションができるようなツールっていうふうになってるんですかね。そうですね、先生と先生のコミュニケーションを円滑にしていこうとか、もしくは先生と保護者のコミュニケーションをよりこう利便性の高いものにしていこうとか、そういったところが特徴になります。なるほどです。そんなコドモンなんですけれども、どういうシステムなのか簡単に教えていただけますか？はい、コドモンは、保育園、幼稚園、学童、スクール、小学校などの、子ども施設で働く先生方の毎日をサポートする、ICT システムになります。日々の業務をシステム化することによってですね、先生方の負担というのを軽減して、子どもたちと向き合うための時間と、あとは心のゆとりを生み出すための ICT ツールになります。なるほど。開発の経緯や思いなどを伺ってもよろしいですか？ちょうど開発をスタートしたのが、2013年頃だったと思うんですけれども、とあるその法人さんから要望を受けたんですね。で、保育士さんがなかなかこう定着をしなかったり、その現場の仕事がとても負担が大きい。ちょうど私もその子供が生まれるタイミングだったので、保育士さんって子供との面倒を見るとか、子供のお世話をするというところが主業務だというふうに思ってたんですが、実際その裏方のお話を聞いてみると、1日こう3割から4割の事務的な業務というのを保育士さんというのはしていたんですね。結構多いですね。そうなんです。だからそこの事務負担が大きくて、持ち帰り残業とか、夜10時11時ぐらいまで仕事をして、で次の日また6時7時ぐらいに出勤するみたいな、そういうことが常態化している業界でして、それってテクノロジーを使って解決できるところ大きいんじゃないかというようなことを思い立ちまして、でそれで開発の着手をしたというのがあります。2013年からということなんですけれども、現在はどれくらいの園様にご導入いただいているんでしょうか？現在約4000施設さんにお取り組みをいただいておりまして、ほとんどが保育園さんなんですが、保育園さんが約3万5000ぐらい世の中に施設があるものですから、大体 10% ちょっとの保育園さんが今導入いただいているという状態になっております。はい、なるほど。私も実は娘が保育園に行ってるんですけど、システム化して入ってないので、ぜひ入れてほしいなって思ってます。次回は子どもについてさらに詳しく特徴などを伺っていきたいと思います。小池社長、大竹さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではまたワイズセッションでお会いしましょう。ありがとうございました。ここまで動画をご覧いただきありがとうございます。詳しいことは説明欄に書いてありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。今後もワイズチャンネルにて様々な動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。